代替わりということで新しい代をお迎えしたいと思います。うまくいかないのが最近続いている感じですね。美容師とかいっぱいいて、なんかそういうの見ると焦ったりしますね。どうもこんにちは、センダリーメンバーの大塚紀穂です。今日は24卒座談会ということで、24卒の就活生の皆さんに集まっていただきました。お願いします。お願いします。ずっと23卒座談会というテーマで、あの私だったり星くん、おすずゆかちゃんとお送りしてきたんですけど、まあ、いよいよ代替わりということで新しい代をお迎えしたいと思います。ということで、じゃあまず自己紹介を順番にお願いします。はい、お茶の水女子大学大学院修士1年の大熊彩奈です。よろしくお願いします。武蔵大学経済学部3年の須坂と申します。よろしくお願いいたします。立教大学経営学部3年生の浅津雄二です。よろしくお願いします。今この動画を撮ってるのがちょうど6月の、まあ、中旬なんですけど、ちょうどサマーインターンの、まあ、応募期間というところで、サマーインターンを中心にお話しいただければなというふうに思ってます。で、就活状況に移る前に、皆さんの志望業界だったり志望企業みたいなところをお聞きしたいなというふうに思うんですけど、じゃあ浅津さんから。自分は特にここに行きたいっていう企業はまだないんですけど、中心で見てるのは、まあ、不動産のデベロッパーをメインに見てまして、まあ、第二志望群と言えるほどではないんですけど、やっぱりコンサル企業であったり、ちょっと高望み背伸びした企業というか背伸びした目標だと総合商社を見てる状態です。でも全然まだ自分ならいけるとかいう手応えもないので、今模索中です。僕も浅津さんと一緒でしっかり定まってはないんですけど、IT 系のウェブ業界の企業を結構見ています。ありがとうございます。じゃあ最後教えてください。はい、私は IT 業界とコンサル業界を主に見ています。ただサマーインターンの時期は結構広く見ようと思っていて、人材とか教育とか、まあ、不動産とかいろんなところに出している状況です。サマーインターンの選考状況みたいなところもお聞きできたらなというふうに思うんですけど、全然言える範囲で構わないので、じゃあ須坂さんから今回お願いします。現状エントリーして落ちちゃったものも含めると20社ぐらい出してて、でその中で10社ぐらい落ちちゃって、で今選考中が5個ぐらいっていう感じですね。で業界は幅広くっていう感じです。結構多くないですかエントリー。いや分かんなくてどのぐらいエントリーすればいいか結構ワンデーの方が最近決まり始めてっていう感じです。でこれから参加予定って感じですかね。じゃあ佐久井さん。はい、自分はマイページを作った企業で言ったら本当に40ぐらいはあったんですけど、その中でもやっぱり全部に出せるわけじゃなかったので、こう勢いもあったっていうのもあって、やっぱり自分が本当にどこにエントリーをしたいかっていうのを考えながらエントリーシートを執筆した。企業の数でいうと大体20いかないぐらい、15から20ぐらいで、 3days の決まったインターンは1個あるんですけど、結構やっぱり大手は期間が長かったり選考がたくさんあったりして、だいたい週に1回ウェブの面接があるかないかぐらいの進捗状況かなって思います。 3days 決まっても結構すごい、一番手応えが良かった企業だったので、やっぱりこのパフォーマンスをどこでもやりたいなって思いながらいろんな企業の面接に臨んでるんですけど、やっぱりその企業のカルチャーであったり人事の人の雰囲気とかに圧倒されちゃって、うまくいかないのが最近続いている感じですね。まあ、インターンは結構落ちますもんね。じゃあ最後大熊さんを。はい、私はサマーインターンの ES を出した企業は20社ぐらい、これからももう少し出す予定なので全部で30ぐらいになると思います。現在1社ワンデーで本選考優遇をいただきました。あと2社、2days のインターンが決まっていて、5社ぐらい ES が通って選考進んでるっていう状況です。おー優秀だけど、みんなさん総じて20ぐらいがまあ平均なんですかね。周りもそんな感じですか。俗に言う意識高い組みたいな周りの友達は
数で言ったらもっと出してるんじゃないかなとは思うんですけど、確かにツイッターとかで見るといっぱい出してる人いますよね。数をいっぱい出すことが目的になるのもまあ違うと思うので、そこが難しいですけどね。なんかツイッターとかにいる人たちって匿名みたいなところもあって、結構自分どこどこ受かりましたとかいうの聞くけど、なんか自分の本当に身近にいる人どれだけ取ってるのかみたいな、結構気になる人多いんじゃないかなって。まさしくですね。ツイッターの人は強い人がいっぱいいて、なんかそういうの見ると焦ったりしますね。オープンチャットとかやばくないですか？オープンチャット入ってないです。なんかいい噂を聞かないので。上見るとキリがないから、上は見ないようにしようと思って、それこそツイッターで一時期やっぱ見てたんですけど、それこそ4月5月とか、もう外資の大手が始まったとか、そういう時期のツイッターとかやっぱりすごいみんな意識高くて、うわやばいなって思っちゃったんですけど、それで自分が実際こう無理にやろうとしてその期間をちょっと無駄にしたなっていう感覚があったので、最近はもう本当にインスタツイッターとかでこれやったぜみたいな感じ のツイートとかを見ないようにして、もうシャットアウトというか、もうこう自分のパソコンだけに向き合うというか、そんな感じでやるようになっちゃいました。まあ、お悩みみたいなところに移っていきたいなって思うんですけど、吉坂さん、何か悩みありますか？自分の本当の強みと なんかどういう企業に合ってるのかっていうのが、結構自分主観で今のところ考えちゃってるから、客観的に評価してもらえるような、そういう社会人の方とかになんかどうやってコンタクトを取っていけばいいのかなみたいな悩みはありますね。マッチャーみたいなアプリとかもあると思うんですけど、他になんかいい方法知ってたら聞きたいなって思ってました。外人とつながる方法、気軽に面談してもらえるとか、ES 添削してくれるとか。そうですね、壁打ち相手になってくれるみたいな。本当に自分はそれこそ OB 訪問したことがないし、自分も確かにそういうことはしたいなとは思いつつ、できる環境がどこにあるのかも分かんないし、本当に迷子です、ね、自分も。いやだけど正直この時期めっちゃ早いと思いますけどね、OB 訪問するには。大熊さんどうしてます？私はそれこそ抹茶で、あの申請を送りまくって で、それでマッチした人とお話しするか、大学の先輩で仲良かった人にめちゃめちゃつなげてもらう。意外となんかみんな喜んでくれるというか、なんか学生と話したい社会人結構いて、本当になんか出会った社会人にもうお願いしますって言うだけでも全然いいかなって個人的には思いますけどね。あの星くんは人事の人に直接頼んでますよ。社員さんその紹介してくださいとか、面談させてくださいとかって言ってたから、なんかそういうのでもありなのかなって。めちゃくちゃアグレッシブですね。アグレッシブ熱意は伝わるし、でも忙しかったら断るって言われました。自分が忙しい時は断るから、忙しくない時は全然いいよみたいな。後輩とかに何か教えてくださいって言われて嫌な気分になったこと言われてみればないなって思いますし、それこそ23卒のなんかもう内定を持って就活を終えた人とか多分ウキウキな状態で見てもらえると思うので。それこそ私修士なんで同期が終えてるんですよね、社会人なんで。そういう子たちにもめっちゃ頼んでます。まあ、一番現実的なのは抹茶なんですかね、やっぱり。聞いたこともないだから今のうちから逆に先輩を囲ってもう自分のものにしちゃって、他の人が、ね、頼んで忙しくなる前に、そうするのもありかもしれないですね。今のうちにね、今のうちに首売るじゃないですか早めに手を作っておくのはめっちゃいいと思います。次のお悩みに移りたいと思うんですけど、じゃあ浅津井さん何かありますか？たくさん ES を書く中でやっぱり ES、通りたいっていう思いから、企業 の理念とかを参考にしながら、自分のこう性格とか強みとか、こう学知化とかから学んだことをうまく言葉変えて表現していく中で、本当は自分がこれが言いたいんだけど企業がこういう人が好きだから、こう通りたいがゆえにちょっと言い方変えてこっちに寄せていくと、
従来自分の強みが何だったかとかうまく表現しにくくなってきて、面接とかの時にぐっちゃぐちゃになっちゃったりしそうだなって思って、みんなはどうやって自分を表現してるんだろうなって思って。結構交渉の悩みじゃないですか、ちゃんとやってるからこその悩みって感じ。僕逆に少しも変えずに全部一貫した強みを主張し続けてるんですよね。だから逆にそう、朝辻さんの悩みとは反対に、なんかやっぱりちょっと企業に合わせてなんか表現変えた方がいいのかなみたいな悩みは逆にあります。奥間さんどうしてます？なんか私これこれこれみたいな感じで3つぐらい用意してて、それにそのガクチカのエピソードをくっつけるみたいな感じで、その3つぐらいをローテーションしてる感じです。じゃあ3種類あるってことですか？なんか別々の強みが。そうです、それを言うみたいな形でやってます。じゃあガクチカ何とかあります？一応自分は2つ、強みに使うエピソード1個、ガクチカに使うエピソード2個の合計3個をガクチカとこう自己 PR 入れ替えたりしながら、こう3つのトークテーマでうまくやってるような感じなんですけど、でもそこから強みとかをつなげたりするとやっぱり毎回こうちょっと乖離してるようなつながりがなくてっていうのにいつも悩みます。でもそれで言ったら僕もこれまでのやつ2つとこれから作ろうと思ってる1つ3つありますけど、でもよくよく考えたら最終的に全部1つの強みにまとまってしまってるから、エピソードが違うだけで最終的にはゴールが一緒になっちゃってるなって話聞いてて思いました。でも自分もそういう意味では近いかもしれないです。それにちょっとその核をこう言い方変えることはあっても、要はこういうことでしょみたいな、あなたってこういう強みでしょみたいな感じの言葉で表すと大体一緒かなって思いますね。じゃあなんか大隈さんにお聞きしたいんですけど、はい、なんかこの時期抱えてる悩みだったり、なんかモヤモヤみたいなのってありますか？なんかサマーインターンに合格することがすごい目的みたいな感じになっちゃってあのモチベーションが続かなそうだなっていうのが今の悩みです。数出してそれに合格したらもうバンバンだよみたいな感じだもん。そうなんですよね。でもサマーインターンに合格しても内定もらえるわけじゃないしなって思ってモチベーションが続かなそうだなというか、今のまま行ったらちょっと難しそうだなっていうのを思ってます。実際ね、まだ始まったばっかりで、なんかもうこれからあと1年弱続くわけじゃないですか。そのモチベの保ち方って本当大事ですよね。2人はそういうなんか目的なんか見失っちゃうなとか、なんか周りの人見失ってるなみたいなのあります？結構モチベーションの波が激しいなって最近すごい感じてます。2週間周期ぐらいに今のところもうメラメラES書くぞとか先行対策するぞっていうフェーズが2週間続いたら、あとはなんかあまあとりあえずボーンって1回出したからちょっとダラダラしちゃうなみたいな波があることが結構悩みですね。なんかESの提出時期ってなんか締め切り固まりがちじゃないですか。5月の後半が結構僕出そうとしてたところ結構固まってて、でそこで1回めっちゃ出したと結構6月の前半から最近にかけて結構、ね、ダラダラ気になっちゃってるから、いや続きます、モチベーション。めっちゃ私ど深夜に書いてました。遊びたいですね切実動画を見てる皆さんとあの就活頑張っていければいいなと思います。